干渉の衛星画像、ミネルバ共和国とは、アメリカ合衆国のマイケル・オリバーが、太平洋に浮かぶミネルバリーフで作ろうとした、ミクロネーション。マイケル・オリバーは不動産で財を成した人物で、政府に束縛されない、リバタリアンの楽園を作ろうとして、様々なミクロネーション建国や、当初の独立運動援助などを行ってきた。ミネルバーはもともと、1852年に、 アメリカ人捕鯨漁師たちが発見した。太平洋戦争中にアメリカ軍がこの干渉を占拠する1942年頃までは特にここを領有する者はいなかった。1971年にオーストラリアからの砂を積載した船がやってきて埋め立てを行い、1972年1月19日に独立を宣言した。2月には モリス・シー・デイビスが大統領として選出されたとされる。だが、周辺のトンガ、フィジー、ナウル、西サモア、クック諸島とオーストラリア、ニュージーランドはこれについて協議を行い、その結果トンガ人が過去からこの干渉を漁業従事中に立ち寄っていたとして、トンガが領有権を主張することとなった。その後トンガによって、島のミネルバ共和国の旗が下ろされ島は、正式に、 トンガ領となった。しばらくしモリス・シー・デイビスはオリバーから解雇され混乱のうちに建国計画は挫折した。1982年には再びモリス・シー・デイビス率いるアメリカ人グループがミネルバ干渉を占拠する事件が起きたが、ほどなくトンガの部隊によって強制排除されている。その後もミネルバ再建を試みるグループは複数存在するようである。 そのうちの一つは、米国、サウスカロライナ州のチャールストン市に本拠を置く人物が2003年10月に設立した団体で、この人物は団体のウェブサイトでカルビンコートだけ名乗っており、同、公爵はミネルバを広告に格上げしたいとの意向であるが、他の団体員の方は従来通りの共和国としての存続を主張している。しかし、 このような団体が実際にミネルバリーフを選挙するなどの事態は今のところ起こっていない。2005年11月、フィジーはミネルバリーフの領有権に関連する訴状を国際改定機構に提出した。これに対してトンガは反訴請求を提出し、ミネルバ、広告のグループも同様に反訴請求を提出している。フェニックス財団を率いており、投資顧問は ハリー・ディ・シュルツ。マイケルはミクロネーション国家に対して金銭支援を行ってきた。ありがとうございます。